男は法なんて卑劣な真似は決してしないっす。せ、正々堂々と生きるものっす。なんで尾行なんかしたんだ。誰を。翔吾。なんで。してないっす、してないっす、してないっす。翔吾、こいつどうしたの。翔吾先輩たちをつけたのは途中までで、あとはずっとかけながらタマちゃんを見守っていたんす。はいはい、わかったわかった。マグロ、お前がもたもたしているうちに花火に誘おうとしていたタマちゃんが翔吾と一緒に行くことになっちゃったもんだから、こっそり後なんかつけちゃって出るに出られずやきもきしたりして、ただぼやーっと眺めているだけで、ストーカーまがいの変態一歩手前ってとこまで成り下がり、そんな己の不甲斐なさへの怒りのエネルギーを漠然とただ空回りさせているわけだ。なんていうことは正々堂々きっぱりと男らしくやってないな。あ、はい、男です。わかってるよ。ところで本題について話そう。なあタマちゃんどうする。タマちゃんは帰りたくないっす。ねえタマちゃん、タマちゃんは帰りたくないんだよね。ほら、あのな、マグロ、現実問題として考えろよ。ボラとかボラとかタイとかタクないとか、そういう問題じゃないだろ。いや、俺には分かるっす。タマちゃんはとても嫌がってるんす。魚食ってると頭良くなるはずだろ。いいかマグロ、お前は自分の欲望のせいでその目を曇らせているんだ。冷静になれ。違うっす。俺の目を見てください。こんなに澄み切っているっす。死んだ魚の目のように濁りまくってるぞ。自分の私利私欲に走るなよ。タマちゃん自身がどう考えてるのかが重要だ。帰るのか帰らないのか。どっちがいい？今のお前は耳までどうかしてるぞ。でっかいもんでも詰まってるんじゃねえか。そんなことないっす。スースーしてるっす。爽やかな風だって通り抜けるくらいスースーしてるっす。通り抜けたらダメだろ。毎日きれいに掃除してスースーっす。こんなスースーっす。俺の胸の中のように澄み切ってスースースー。寄るな寄るな。男の穴なんか見ても面白くもないぞ。俺は魅惑的なものだけを見て生きることに決めてるのだ。
あんなものやこんなもの。原稿用紙1枚程度でいいから作文してくるように。その間に俺たちでこの問題の方は片付けとくからよ。じゃあタマちゃん、タマちゃんが消えてる。タマちゃん、どこ。よし、俺たちもタマちゃんを探しに行こう。ここが臭いと睨んだか。でもいないようだな。ああ、トモヤを出動させた。人探しには犬定番だろ。トモヤ、こういう時こそ頑張れ。犬のプライドにかけて。じゃない。 Leave this case to me。 Follow me。 OK。 よし、コンディションは完璧。 UK、 トモヤよ、本能の赴くままに。
したよ。トモヤは意外に優秀な犬だろ。一応トモヤね。ああマグロ見つけたぞ。タマちゃん、そうだよ、見つかったんだよ。無事だ、早く来い。うん、今はそこか。こっちの話、違うって。おもちゃ屋があったら左だよ。あ、どこのおもちゃ屋だよ。え、あ、うん、あ、それは餅と書いてべーって読むんだよ。せんべい屋だろ。俺が言ってるのは玩具だよ、玩具。じゃねえよ、おもちゃ、子供のおもちゃ屋だよ。は？違うよ、お前が言ってるのはピーだろ。もっと健全で微笑ましい店のことだよ。だったらマグロもう来なくたっていいんだぞ。それだそれ、やっとわかったかよマグロ。ともやさん。うん、そしたらそろそろ見えるはずだぞ。ともやさん。行き過ぎ。戻れマグロ、ワンブロック過ぎてる。トモヤさん。トモヤさん。タマちゃん。遅えぞマグロ。心配したっす。よかった、タマちゃん無事だい。マグロさん、急にいなくなるからびっくりしたっす。もう大丈夫、何にも心配ないっす。なんだマグロ、何かいいアイデアでも思いついたのか。はい、押し入れがダメなら物置小屋って手があるっす。あっちの方が広いし。ものすごく真面目に考えてるっす。マグロが考えてるのはいかにしてタマちゃんを自分のそばに置いておくかってことだけだろ。タマちゃんの身になってみろよ。苦しみを分かち合うっす。男はたとえ火の中、水の中、熱いもの置き小屋の中っす。
マグロ。俺は翔吾先輩みたいな半端な男じゃないっすから。お？マグロ、ついに反抗期でも来たか。根に持ってるとかじゃないっす。二頭を追うものは一頭をも得ずっす。自分の胸に聞いてみるのがいいっす。熱くなるなよ、二人とも。人を侮辱したっす。今、翔吾先輩、言ってはならないことを言ったっす。ま、この辺でやめとけよ。おちょくるのやめろよ。な。おい、翔吾、いい加減にしろよ。知らん。